このシーン結構長いよね。痛いんだよ。いや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 。ダメ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 。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美代でございます。というわけで本日も龍が如く極み第8章作望続きからやっていきましょう。こちらの動画は以前投稿していた龍が如く極みを改めて再収録している動画となっております。というわけで、すぐに警察が来るかもしれない、目立たないようにしなくてはというところですね。キリュウちゃん、もう本当にマジマさん。というわけで、西公園ですね。目立たないようにするということはやっぱり西公園でしょうということで、西公園に向かいたいと思います。ちょっとマジマさんを回避しながら、タクシーで向かおうかな。よっしゃ、西公園行きましょう。あ、そっか、着いたらいきなりイベントでしたね。そうだそうだそうだった。なんだ、え、何があった。うん、いや、なんか爆発事故とか。爆発、おい、あんた。そうだよね、今はるかちゃんがかくまってもらってるんだよね。大変です、大変、みんな怪我は。はるか、うん、キリュウ、だってさ、はるかは、すまん、やつらまさかここまで派手にやってくれるとは。やつらとは何があったんだ。はるかはどうした。ほんの1時間くらい前だ。うん、はるか、伊達さん、何してるんだ。さっき怪我してたのか。私やっぱりここにいちゃいけない気がする。なんで。私、キリュウのおじさんのこと好き、うん、だけど私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。そんなことないよ。何度も危ない目に遭っちゃう。はるか、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。突然の爆発。はるか、うお、そうだね、そうでした、そうでした。謎の若者がいっぱいね、来るんですよね。大変、おら、危ない。そっか、これで怪我したのか。あれ、最初から怪我してたっけと思ってさ。キリュウ、やつらギャングの連中だ。はるかをさらっていきやがった。やだ、ギャング、ギャング、この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。はい、赤、白、青の3つに分かれてるんだが。そうだったね。まとめて襲ってきやがった。はるかさらったのは何色なんだ。河原のシステムがダウンしちまってる。うん、分からねえんだ。ならしらみつぶしにするしかねえな。そうね、俺は署で情報を集めてくる。はるかの居場所が分かるかもしれん。うん、分かった。花屋さん、寒くないのかね。お腹冷えないのかな。はるかを探せ。ワンちゃんもね、寂しいよね。ね、ワンちゃんを中に入れてあげて。いつも思うけど。オッケー、というわけで話してみるか。俺は署で遥かの行方を探ってみる、うん、急ぐぞ、キリュウ。そうね。で、花屋さんは町に出ればまだギャングどもがいるはずだ。うん、奴らのアジトに遥かがいるかもしれん。そうね、これ確かなんかこのギャングたちを探すのが初めてやった時すごい時間がかかったような記憶がありますね。 OK、 じゃあ遥かちゃんを助けに行きましょう。よし、というわけで目的地はね、これ出てなくって、キリュウちゃん。怖い。まあ人に聞いたりとかするっていう感じだと思うんですけど、ほんとね、児童公園なんで、行く場所は児童公園に早速向かっちゃいましょう。回復は持ってるか。キリュウちゃん、ちょっとセーブさせてもらおうかな。少々お待ちください。 OK、 じゃあ公園着きました。わ、いますね、早速青の人たちが。
こんにちは。なんか用かよ。青田さん。青のギャングだな。なんか今画面変だった。だったらなんだよ。なんでしょう。遥かはどこだ。え、お前らがサイの河原から連れ去った女の子。そうよ。どこよ。頭おかしいんじゃねえか。頭おかしいの。そのガキのことは。ジェスチャーなんだそれ。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やだ。やっちまうぜこいつ。おお。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一応遊んでやるよ。季節感バラバラだね。ダウンと半袖がさ、同じ時にいていいの。相当暑がりってことだよね。やっぱファイヤーって書いてあるもんね。タンクトップにファイヤーって書いてあるから相当暑がりなんですよ多分。OK じゃあサクッと倒します。ダウンかタンクトップかどっちかにしなさい。ちょっと遅かった。ちょっと遅かったね。ちょうどよく極みのタイミングで言い終わりたかったんだけどちょっと難しかったですね。よし倒したぞ。お前ら本当に遥かを知らねえのか。うん。はい。俺らはチームでも下っ端ですから。下っ端ですか。そういう感じでした。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白の連中。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。はい。本当すいませんでした。もうねすぐみんな敬語になっちゃうから。キリュウさんになんかこう生意気な感じで喧嘩を仕掛けてきた人ってみんな敬語になっちゃうよね。 OK そしたら OK じゃあ次はねここですね。チャンピオン街ですね。チャンピオンな街。あんた、あこれかな。これこの人。おいおいあんたなんかよ。やっぱダウンだね。ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。嫌です。下っ端に用はね。リーダーを出せ。うん、かっこいい。断るって言ったら。お前らが怪我をするだけだ。怪我をするだけだ。面白い。やってもらおうじゃない。おお、勝てると思ってるんですかい。あれ、これ戦わないんだっけ。あ、すごい。そっかあ、いや戦うか。なんだてめえは。はるかはどこだ。うおっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。すごい顔を押さえただけで。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。わ、ファイヤーがいっぱいいるよ。おい、この親父ぶっ殺しまえ。おっと、そんなこと言っちゃって。もう後ろに観客が。戦うか、そっかファイヤーが3人いるよ。3人ファイヤーいたらもうそれはつまり火が3つで炎ってこと。極み出しとこう。ちょっと周りの雑魚をまずサクッと倒しようかな。このボスっぽい人は真面目に戦いましょうか。真面目って他が真面目じゃないみたいだけど、そんなことはないですよ。 OK 2人になりました。あ、でもあそこでお姉さんが見てるわ。お姉さんたちどっち応援してるのかな。もう桐生さんのこと応援してるかもしれない。相手の人の方がかっこいいって、相手の人の方が強そうって言ってるかもしれない。え、全然トラ落とし当たんなくない。あ、当たった。あ、倒した。絶対そこの可愛いギャルたち絶対キリュウさんの方が良かったでしょ。はるかをどうした。よく見えたでしょ。どこにやった。知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ。ブラッディアイ。赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。たらい回しよ。劇場前の広場に、はい、デブラっていうクラブが、うん、そこが奴らのたまります。タカスの時も行きましたね、デボラ。おうおうすごい、とどめ。キリュウだ。伊達だ。お、伊達さん。警察におかしな動きがある。おっと、本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。あら、一課にどういうことだ。詳しいことはわからん。うん、手の見ましたもんね。はるかは誘拐の被害者ってことになってる。うん、東上会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先にはるかを抑えるんだ。そうね、急げ。分かってる。っていうムービー見ましたもんね。須藤さんとかが出てるやつ。あ、ケジデボラですね。うっ、もう真島さん本当にどこでもいるよね。さすがどこでも真島。
めちゃもわんもわんしてる湯気。 OK、 じゃあちょっと回復とか買いつつデボラ向かいましょうか。 OK、 デボラ着きましたんでじゃあ行ってみましょう。もう途中でマジマさんと喧嘩してきたよ本当にどこでも出てくるよね。さ、なんだっけ、レッドアイじゃなくて名前忘れちゃった。あ、またファイヤーの人だよ。大丈夫ですか、燃えてます。ハルカはどこだ。お前誰だ。クリスマスみたいな。知っててもお前なんかに言わねえよ。バンダナつけて。口の聞き方に気をつけろ。おお。やるってのかよこれ。やりましょう。お、ブラッティーアイか、レッドアイじゃなかった。レッドアイは美味しいやつだ。よし、じゃあ踊ってきてね。楽しくいってらっしゃい。倒しました。ふう、いやー、ここからいってらっしゃいしたら痛いよね床にベチンってなるよね。お前がリーダーか。リーダーか。ち、違います。リーダーなら下に。うん、どう見てもリーダーじゃないねね、やっぱファイヤーですから。お、これ強かったと思うんだよな。ちょっと自信ないな。この二人すごい強かった気がする。まあまあ行きましょうか。ちょっとセーブさせてください。さて、なんだっけ、レッドアイじゃなくてブラッティーアイか。一生覚えられないよ。あ、これはこれか。いや、強かったと思うよ。てめえ、こんなことしてタダで済むと思ってんのか。お、ハルカを返せ。クリスマスバンダナ流行ってる。さもなきゃお前ら皆殺しだ。おお、皆殺し。兄貴、面白いぜこいつやれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。キリュウさんもついに人を殺人を殺なんですかね。オッケー、赤い兄弟。というわけでちょっとじゃあまず周りの雑魚はサクッと倒しましょうか。オッケー、兄弟だけになりました。これは確か弟の方が強かったんじゃないかな。だから兄から倒そう。おーおー、飛んできた。弟がね、このダンサースタイルな感じで結構強かった気がするんだよね。うー、もう弟がさ、それはもうあの誠ちゃんを守る時の回り方なのよもう誠ちゃん守るためによくくるくる回ってましたけど、マジマさん。ちょっと2人さ、近いんだけど離れてほしいんだけど。うおー、多分ね、兄の方は別にちょっと強い雑魚ぐらいだった気がする。弟がなんかめんどくさかった気がするな。ちょっとさ、近いのよ。もうちょっと離れてくれない。もうちょっと離れてほしいんだけど。 OK、 コワシアの極みが出ました。お、あ、間違えた。あれ、こっちが弟か。あ、間違えました。あの、あれです。そう、こっちの方が多分あんま強くないんだけど。ん、そうか、こっちが兄かと思った。こっちが弟なのね。逆だと思ってたわ。お、トラ落としで弟の方倒しました。まだかかるかなと思ってちょっと無言でやってたら時間かかっちゃうと思ってトラ落としで倒した。おっき、じゃあ兄の方だ。兄はね、ちょっと待ってよ。兄にトラ落としいけるの。あ、いけるね。いけるいける。まあでもやっぱダンサーマジマの動きだよね。いいですね。いやーでも、そっか、こっちが兄だったか。うわ、急に、もういきなり回られた。あー、それなるよね。どっち、ラッシュか。ラッシュなので、ちょっと回復して、じゃあラッシュの極み行きましょう。あれ、このショーってこの後、どうなるんだ？覚えてないな。極みかっこいい。でちょっと待って、なんか画面重い、大丈夫かな。虎落としを決めたいのです。よいしょ、無理か。お、いいね、あとちょっとなった。虎落とし決まって、もうこれはもう殴ってれば。あ、いやでも回復しようか。全然当たんないんだね、これ。なんかちょっとかがんでるっていうか。あー、極み、ラッシュの極みやった方が良かったな、じゃ
ちょっと待ってよ。かっこよく倒したい。かっこよく倒せない。オッケー、倒しました。ふう、かっこよく倒したんじゃないですかね。いや、今机持ってこようか迷っちゃった。こんなことして死んだも同じだぞ。よく言えるね。はるかはどこにあった。そうよ、知らねえよそんなもん。なんでよ。うわ、痛い。ま、待って、どこだ。はるかはどこだ。俺らは金で雇われただけなんです、うん、雇い主は誰に雇われた。そうよ。うわ、それは痛いよ。ラウカロン、はい、出ましたね。ラウカロン、ラウカロン出ました。子供は地下街だ。ラウさんのところに。うん、そっかそっか。ラウカロン、ラウカロンがここで出るのか。あこれは辛いやつだ。みなさん気をつけて。ラウさん痛いから。これは先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、ダジマ組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか。何、偽造パスポートに2000万。我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。痛い。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。どんなご協力よ。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。怖い怖い怖い。では。いや、ではじゃないよ。うわー、痛い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 。いやー、おかしいって。そんな針治療みたいに刺したままにしないで。あー、痛い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 。いや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 、おかしい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 。このシーン結構長いよね。痛いんだよ。いや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 、ダメ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 。うお、そうですね、かっこいい、かっこいい。おやさん、風間さん、もうちょっとなんかそっと下ろしてほしいけどね。おやさん、遅くなったな風間。おやさん、足が。そうなんだよね。お前のためなら足の一本や二本。すんません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。かっこいい。そうなんだよね、ここで足を怪我しちゃうんだよね。いやー、ここのシーン痛いよね。そして結構長いのよ。やつが、はるかを。そりゃまずいね。うん、やつがはるかを。はい、才能かわらへ向かえだね。オッケー。ああ、またそんな近いところで。ちょっとセーブさせてください。お、電話が来ました。動き出したら、あ、はるかは見つかったか。だってさ、いや、まだだ。なんか後ろで絡んできてる人がいます。今、才能からのお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし、一度合流しないか。うん、わかったわかった。才能からのお前のアジトって言い方なんかいいね。お前のアジトなんだね。あんまりさ、あの、普通に生きててアジトって言葉使わないじゃないですか。これゲームとかだったら使うけどさ。ケリュウちゃん、お前のアジトってなかなか聞かない言葉だよね。あー、待って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 。じゃあ、絡まれたくないので、ちょっと遠回りじゃないけど回り道をしながら行きましょう。
オッケー、じゃあキリュウさんのアジトに行きましょう。いや、はるかちゃんが心配ですね。あんな奴らのところに捕まってしまったとあれば、そりゃ大変です。伊達さんも怪我してるし、ちょっとワンちゃんを中に入れてあげて。来たか。どうだ、何か分かったことはないか。あるある。はるかを連れ去った奴らはジャカの連中だ。何、ジャカだと。ああ、ギャングのやつがそうほざいた。ほざいた。はるかは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。はい。ジャカのことだ。何が待ち受けてるかわからない。キリュウ、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。そうね。じゃあな。っていう感じですね。まあそのまま行っちゃいましょうか。もし俺が刑事になってなかったら何をしてたんだろうな。探偵執念深い伊達さんなら何だってできるだろう。新聞記者なんて向いてるんじゃないのか。近いよね。新聞記者、勘弁してくれ。お、新聞記者。お前だって意外な仕事が向いてたりするんじゃないのか。新聞記者が。タクシー運転手とかよ。ここで出るんですね。さすがにそれはないだろう。近いよね。だな。さすがに無理があるな。桐生さんって184センチとかなんだっけ。伊達さんも結構大きいんだね、こうやって見ると。近いよね。何回でも言いますけど。 OK、 じゃあ話しましょう。もう今話したけど。横浜へ向かう準備はできたのか。行きましょう。そうだな。わかった。わかった。それじゃあ横浜へ向かうぞ。横浜行きたいね、久しぶりに。出た。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。あったあった、こんなシーン。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は、億だった。単位が来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。寺田さん、お見知りおきを。久しぶりに見た。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで。年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。そうね、もう錦はかわいそうでしょうがないですよね。はい、第9章奪還。章が今回は短めかな。ラウカーロンか、ジャカまで絡んでくるとはな。大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。そうだね。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ハルカが俺から離れようとしたって聞いたとき、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で自分のしたことを信じてた時の気持ちを。今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて。そうね。それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。まあそれはなくはないのかな。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、遥はあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。いやー、ここかっこいいよね。
めちゃめちゃ好きなシーンの一つですわ。はい、中華街来ました。ポーション麺、こいつがあのジャガの味と。そうだ、おかゆ食べたい。伊達さんは例の遥の捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。もちろん。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになるという優しさね。はっきり言いやがる。分かった、すまない。死ぬなよ桐生。うん、そっかそっか、このジャカーのとこで。お客様お一人様でしょうか。ショーが変わるのか。ラウカーロンに伝えろ、桐生一馬が会いに来たと。うん、いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。おっと、お客様。おっと、うわ、そんな人を壁にしちゃって大変よ。おお、危ない危ない危ない。普通にお食事中の方いらっしゃったでしょ。リュウさん気も座りすぎでしょ。あれこれいきなり始まっちゃうんだっけ。ショーが終わったから一応でもここで終わりにしようと思いますけど。あ、いきなり始まっちゃう感じなのね。はいはい同じような感じでくるくるしてましたね。 OK、 まあまあまあ、あの、あ、ちょっとちょ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 メニュー画面開きたいんですけど。あ、 OK、 開けるかな。これってさ、今セーブできるの？はい、あそこではセーブ戦闘中なんでね、できなかったんでタイトル戻ってきました。うん、まあまたロードしてもあそこを戦う前からオートセーブでロードできるかな。まあその前だったとしても特に問題ないので、一応章が変わったので今日はここで終わりにしましょう。というわけで、そうですね、そっか、ジャカかって思いましたねジャカかと。うん、あの桐生さんのそういえばあの痛いシーン、うん、いつ出てくるんだっけって思ってたんですけど、そっか、このタイミングかですね。いやー、あれほんと痛いし、あの風間さんがめちゃめちゃかっこいいのよな。うん、やっぱり桐生さんをね助けに来たのは風間さんだったんですね。はい、まあ、そうですね、あのさっきのタクシーのシーンは好きなシーンの一つで、はるかちゃんへのね思いを桐生さんが語るところはいいシーンだと思うんですけど、まあでも錦は、うん、自分で罪を償った方が良かったんでしょうね、きっとね。はい、その後桐生さんがサポートしてあげるっていうのが良かったのかなと個人的には思いますが、まあでもその桐生さんが大事なものを守ったっていうその気持ち自体はね、悪いものではないですよね。うん、はい、そんな感じですかね。というわけで、じゃあジャカとの戦闘も強かったと思いますんで、次回頑張ってしっかり戦ってやっていきましょう。というわけでこの辺で終わりにします。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタン、それから動画の感想をねコメントに書いていってくださると嬉しいです。あとツイッター X やっております。ぜひお気軽にフォローしてください。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。